はい、日本中のどうも、高橋です。今日はなんとですね、アンチリスナーと、一緒に釣りをすることになりました。自分なんですけどね、もう YouTube 始めて10年以上やってきて、まあ、2010年からやってますから、10年間アンチ活動してきた男がいたんですね。まあきっかけは、まあ自分結構まあね、偉そうなこと言って、まあ、ゴロリンゴロリンで麻雀のね指導したり、あの YouTube の中でいろんな人間指導してきて、その指導ってなんやこれみたいな、やっぱなるじゃないですかね。まあこっちは指導してるだけやと、当たり前のことですわな。こっちは指導者としてね、日本中の子供たちいろんなもん指導していかないかんという立場におるんやから、俺ずっと指導すぎたけ、インターネットの中で。麻雀とか生き方だ、人間の生き方な。あと魚釣るマナーな。で、いろいろ指導しとったけ。そしたらやっぱり、第三者っていうのはさ、ねえ、指導ええ、おい、ごろえ、言うて。指導って何やねん、お前、ごろなめの、ごろえ、みたいな。いう形で、やっぱりアンチってのはできるわけ。日本っていうのはね。言いたいこと、日本だけじゃないな。世界だな。言いたいことを言ったら、公開の公共の場だ、インターネットの中、今や。なあ、公共の場で言いたいこと言ったら 100% アンチはできるわけだ。何言おうか。意見を断言したら、これは俺はこう思うぜ、とかな。ああ、例えば、魚釣りに関してもこれ釣り金はどうだ、とか、これは俺はこう思うよって意見を言ったら反対意見出るわけだ。ああ、団地化するわけだ。で、まあ、ずーっと悪口、言い続けた男がいて、で俺が7年間ずっとねアンチ活動をしてきて、で俺は言ったわけだ。うん、まあ7年も言ってきたら、まあ相手のどういう人間かっていうのなんとなくわかるわけだ。相手の価値観とかな、ああ、でも俺思ったわけだ。ちょっと頭悪いんじゃないかと思ったわけだ。ちょっと頭が悪いもんだから、俺の言ってる言葉の意味が理解できねえもんだから、これおかしいと思ったわけじゃねえのかなというところを察してたな。ああ、まあ俺が一回ちょっと話そうというところで、そのアンチ活動、俺のアンチね、ああもう絶対許さないって殺してやるまで言ってた男が、ああで直接話して、ああでそこからも何度も何度も話し合いを重ねて、で今回、一回会ってね、あの魚釣りの釣りの技術で、あのお互いの力量とか、あのやったらいいんじゃないかって話になったけど、まあまだ完全に話はついてないんだけど、アンチ活動をずっと長年10年もやるっていうのはえらい人間入ったやつじゃないと。もうあと10分ぐらいで着くんだけどさ、あいつら魚釣りのこと分かっとらんじゃねえかなっちってね、まあちょっと背中で、教えてやらないかなって、まあ言葉でなんで言っても分からへんやな、いや、だまだまるんだから。いやー、どうもどうも、はじめまして。はじめまして、高橋。はい、どうも、はじめまして。今日釣り対決ってことで、はい、決着つけましょう。よろしくお願いします。で、今日の釣り対決の予定としては、はい、今昼の1時なんですけど、はい、日没まで、暗くなったらもう終わりなんで、それまでどっちが釣れるのか、はい、どっち先釣れるか。で、ちなみに、はい、沢鎮さんは、はい、朝大阪から朝もう5時からやられてるんですね。そうです、兵庫から。で、朝5時から今、はい、昼の2時までやって、はい、結果の方を教えてください。今んとこ坊主です。全然難しすぎます。どこをやったの？まずここの三輪車をちょっとだけやって、うん、でもう一個下、はい、こう一個ずつ、あの駐車場ありますよね、うん、一個ずつずれながらやってるんですけど、はい、全然ノンバイト。いや、バイトはあるんですけども、かからずちっちゃい魚ですね。多分バス活性悪いね。ちなみに1週間前も僕坊主超えてます、ここで。ああはい。ああ小バス1匹だったかな。全然難しかったです。水路はね、なんか結構簡単に釣れる感じするんですけど、やっぱ五山川ってなったら、大江川五山ね、釣れないんですよ。難しいですね。淀川でも、サーチンさんは関西だから、淀川はたまに年に1回行くか行かないかぐらい。行かないかな。まあ3年に1回2年に1回ぐらいで。ちなみにバス釣り歴を、深く言えば幼稚園の頃からやってるんですけど。もうバス釣りだけですか？バス釣りだ。まあ鯉とかも新バスとかもやってるんですけど、はい、まあ一番長いのはやっぱりバス
まあ、今までやった中で一番楽しかったのはバス釣りですね。あ、はい、いやちょっと今日まあ決着つけますか。陸王ですね。陸王やめっちゃ緊張しますか。いや会って第一印象相手じゃないな。もう目見たら分かる釣りの腕っていうのは、魚釣りの腕とかそういうの目見たら大体相手の力量分かるから。釣りっていうのはね、状況判断でやるんですよ。で今日は風がちょっと吹いてるんで、巻物界隈からちょっとやっていこうかな、ちなみにこれ琵琶湖昨日坊主ぶっこいてますんでね、これで小バス1匹だったんで。さあちょっとね、足で稼いで一体、今日は御三川打っていこうかなと。さあ、あじさんこれでやるんですか。そうですね、今日はそれで。これは何だろう。OSP のルドラになります。あ、ルドラ、はい、13センチ130って書いてあるから13センチ 130F フローティングですね。なるほど、はい、どんぐらい潜るんですか。大体僕もトップ気味でしか使わないんで。あ、なるほど、はい、いやー相変わらず反応ないね、うん、釣り動画とか見てるとバン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 釣れてるシーンだけなんで、すごい釣れると思うと思うんですけど、全然釣れないですからね、これ現実ですから。はい、これね、で御三川で今サーチンさん、彼がね朝から早朝家3時に出て5時からずーっと昼過ぎまで打って坊主っていうどこっていうかは何やっていいか分かんないみたいなね。でこの御三川がなぜ釣れないのかっていうのは見切るんですよね、基本見切る。だからたまたまなんていうかな、腹減ったっていうタイミングとか、あとこの反射で、こう反射でなんやこらみたいなんで反射で食っちゃったみたいな、それを釣るみたいなね、結構食わないですよ、うん、無視する。でそこをいかに釣るかっていうのが、まあ、釣りの醍醐味ですよね。まあ一本出しましょう、一本とりあえずね。さあ彼も釣りをやってますね。サーチンさんバス釣る歴30年、なかなかうまくない御三川全部今から歩いて向こうまでずーっと行きますからね、釣れない。とにかくサーチンさん反応ありましたか。浅い50センチぐらい。いや俺の実測では最深部が1メーター70で、例えばここでも意外に水深あるの。ここら辺で50。ここでも足元でもいるよ、これ竿。あれ、いくよ。うん、足元50で、50ぐらいですね。その辺行くとでも1メーター50、それぐらいあります。うん、あのね、こうやって地形がこう変化してるから。あ、でもそうだね、すぐボトムに当たってるような。そう、真ん中がまた浅いとか、はい、ちょっと深くなったりとか、はい、最深部が 1m70 と呼んでる。あ、で平均 1m ぐらいかもすぐボトム当たって。そう、当たるでしょ、はい、で全く反応ないですけど、ひどいですね。これぐらいきついですかね。うん、季節的にこれぐらい風きついですか。うん、いや無風の日もある、全くもう波一つないみたいな日もで、今日はでもちょうどいいかな。でもなんか濁ってる感じ。あ、厳しいね。ね、釣れないんですよ基本で1週間前にサーチンさん、はい、芋でここから対岸で風向きがこの状態だと届くんですよ。全部入れてったんですよ、対岸の穴に。こっから芋を一個ずつ、はい、でしかもボイルしてるんですよあそこで、はい、ボソッボソッって、はい、おる50がおるとそこに芋を丹念に全部入れて、はい、ノンバイト釣れないやんって。あの四国ならもう10匹釣れてるレベル、余裕で。厳しいですね。難しいっすね。いやだ、ちょっと反射で、はい、反射でいきましょう。でミノーもね、小さめがいい気がする。あ、僕これあ、まあ、もちろん一概には言えないけど、はい、一概にも言えない。クランクでもいいかも。サーチンさんのそのバス釣りのその竿とかリールの紹介、あ、はい、してもらっていいですか。ロッドが、スコーピオンの XV ですね。はい、はい、で、リールがアブのロキサニー77です、うん、はい、思い入れは何かありますか、その竿とかリールに対する。まあリールはもう子供の頃からずっともうアブ。あ、
アブ一択。アブ一択で。浮気しない。浮気しない。一度も。一度も。本当に。スピニングリールは、うん、台湾なんですけども、はいはい、もうベイトに関してはもう絶対。絶対アブ。絶対。その理由を教えていただけると、アブにかける思い。だからまあやっぱり父が好きやったんでアブ。あ、うん。でそれをずっと未だに使ってる。え、じゃあもうそのシマノのベイトリールを投げたことないってこと？あ、もう投げちゃはいけないっていうルールですか？そうですね。本当に本当に一投もしちゃう、もう自分の思いが、はい、あ、アブ以外は投げちゃいけない、はい、すごいね。アップ取っても嬉しくない。そこまでの、そこまでさすが、はい、こだわりですね、これは。こだわり、はい、あのロケットビースト、うん、ロケットビースト、あれ、うん、パーチさん、たまたま僕もアブなんですよ。あ、あの、釣れへんかったから、そう、ジャケクソで買ったやつ。腹立って、はいはい、あの、中古でね、はい。でもこれ、中古でいい。中古で、あの、定価4万円だった。2万円。が2万2千円。とんでもない価格ですね。なかなかいい。いいですね。うん。どうですか、マミコゴシは。いや、ベストよ。やっぱ値段がね、いいと、まあ、結構いいリールなのかな。俺、アブのこと全然知らないんですよ。僕もでも、うん、この何ベイトリールしかよく分かってないですけど、スピニングは、うん、も基本あんま持ってないけど。お、キルさんも来たか。にゃ。あのさ、にゃ。彼あの元々アンチリスナーだったか今和解して。あ、アンチ。あ、アンチ7年悪口ずっと7年俺の悪口。あ、そうなんだ。で俺が、うん、やっぱりあのするやん。それやっぱすげえことになっちゃったよ。ああ、そうやな。まあ、俺もすげえことになってる。いや、お前は分からんけど、俺が実力見て、アンチがファンになっちゃった。マジか。あ、サーチンさん。もう悪そうでしょ。人殺してる。いやいやいや。はははは。どうぞどうぞ。よろしくお願いします。はい。若いな、若い。いや、キクさん、とりあえず今のとこ、一匹も出てないんで、ちょっと一匹釣って。釣れるよ。うん、厳しいみたいだから。今日は厳しい。何やってるの？クランクバイトでやるわ。これね、この人この間池でこれで45つってハマったっていう。歌舞伎じゃなかった？クランクベイト歌舞伎、はい、これで45動画で見ました。そう、四国でたまたま連れて何個6個ぐらい買ってたやつですか、ね、あ、そうハマったって。そうそうそう、はい、釣れないのに早速ちょっと1個2個なくなってるから。あ、ほんとこのでも今マッディ今日結構濁りが出てるから黄色がいいんじゃない。いや、あえて俺も黄色探そうと思ったけどめんどくせえなと思って。あ、ほんと。ちょ、見せて。これね、これどれぐらい潜るんですか？ 1.5 メーターか 1.8 1.8 だからちょうどいいんじゃない。あ、ちょうどいいですね。うん、ちょっと釣りますよ。じゃあちょっと ルアーの何、うん、最近これよく使ってる。それ何、ロザンでさ動かして。わかる、わからん。止まっとんの。ああ、サスペンドする。サスペンドするの。おお、あれ、ボイルした、ボイルした、ボイルした。濃いかもしれない。わからん。サスペンドするのがいい。うん、わかる。サスペンドさしとったらとくってくる。そうやな。これは俺のおすすめはヨウズリ3Eでこういう感じで、どっちが答えかは、ね、ちょっと近くで見せてるわ。そしてこれはなんて言うるわ。ロザンテシャット。あ、ロザンテ有名な。ロザンテシャットです。これ投げ続ければ折れてると。あとは今いないから、うん、回遊してきたタイミングでスパッと入れるか。まあ、魚探そう。どうやってね、口使わすかだから。うん、行こう、移動しよう、移動しよう。ここ反応ない。いや、どうやって口使わすかだから。わかる。いやー、もうこれ協力して1本出すしかないぞ。3人協力して。そうやな。なあ、1本も釣れないっていうのはありえんから。まあ出るでしょ。あそこ寄っとるから、あの寄りに今来てんじゃねえかな。これはいかんやん。
全然どう全くどうこれ、サマチンさん、開演待ちですよ。だから、はい、もう LINE が短くて、はい、何この何やこれ、ちょっとこれいかんでしょ。これはあかん。入ってこんかな、バス。ここなんかね、魚が溜まってそうなのに。お、来た来た、ナイスナイス、菊池来たか、でかいでかいのか。落ち着けお前、落ち着け落ち着け、でかいでかいでかい、40アップだ。うおー、クランクベイト、すげえ。 40ジャスト3839界隈、やっぱクランクだろ、ヨウズリの。クランクだよ、ヨウズリ以外使うなって俺言ったじゃん。クランク、しかもこれ見つれたのはヨウズリ 3Dクランク、ちょっとごめん、もっとヨウズリ 3D クランク、ちょっと待って、釣れた、いるいるいる、ナイス。やっぱり誤算はクランクだな、キグさん。あー、よけ、俺やるわ。ちょっとこういう時にもね、バス痛めちゃうから、この草の上でちょっとこう待機させて、ちょっとペンチ取って、ペンチ、いいバスだよ。40弱だな、40弱。うん、キグさん、ちょっと状況教えてよ。状況、しょうがない状態で何をひらめいた、キクチ、あなた。クランクでね、うん、じゃあ、ただ集中集中、ただ巻くだけじゃなくて、うん、この止めの間、間入れたか、止めの間がね、うん、違ったんよね。じゃあ今日はちょっとまだ食欲ないから、うん、ゆっくりスローな巻きがいいかな。いや、結構早いよ。早巻きからの止めが効いて、早巻きでついちゃっちゃった、うん、やるなお前。サージンさん、あの鬼ヘボと言われた菊池さんが釣りましたよ、ついに。すごいでかかったですね。まあまあ3八です。40弱ぐらいかな。結構でも、でもいいバス。いいバスですね。うん。いいバス釣っちゃった、うん、ボテボテで。あの菊池さんですよ。あのベイトリールで投げて、はいはい、使い方分かんなかったっていうの、これやめて。スピニングしか使ったことない。あ、はい、つい2年前までベイトの使い方が分からず。キャストもできなかった男が、はい、やるな、菊さん、やっぱりうまいよ。じゃあ突き出して、これはすごい。いやいやいや、うわ、素晴らしい。菊さん、釣りうまい。だろ、これ待って待ってよ、3球ぐらいあるかもね。39ぐらいのバス、うまいね、あなたは。釣りがうまい、うまい。ありがとう。ちょっともう汚れてるから早く水に戻してやれよ、お前。サージンさんも腹立ってきたでしょ。ね、なって、あ、朝3時にさ、兵庫県出てさ、真っ暗闇から始めて、釣れてないのに、ちょろっと来た、なんかやつがちょろっと来て、ちょろっと釣れて、腹立つでしょ。釣ってください、一匹。腹立つでしょ。腹立つ、釣りましょう。はい、もう今からガンガン投げていきます。よいよいよい。キクさん、またロストしたんか、お前。釣れた、ルアーが。お前ヘボいんだよ。まだロストしたん、今日だってものの3時間で3個ロストしてるやろ。そうなんですよ。ロストしすぎだよ、サージンさん。菊池さん、3個、今日ね、来て3時間で3個ロストしてるんですよ。3個も。全部俺のやつなんですよ。だから、自分のやつやったらロストしないんですよ、あいつ。俺のやつと無駄でもないって。そういうとこあるんですよ。これかからないから。そう、そういうこと。自分のはもうなんかね、カーって感じで、なんか俺のはまあええやろって。根がかりしないように。3個ですよ。とんでもない。まあまあ、でもその、
果敢に攻めるのもでも超過が上がるポイントかも、ね、タイトに入りまで、うん、もう4時半ですね。4時半でこのクルサ日が沈みそう。そして焦ったら見てライントラブル、はい、木に引っかかっちゃってぐっちゃぐちゃになっちゃいました。焦るともらいが少ないってこういうことね。釣らなきゃ釣らなきゃって焦るとトラブルが起きる。冷静沈着にやるのが勝者の秘訣ですよ。サーチンさん、釣らなきゃ釣らなきゃって焦った結果見てください、こんなことになっちゃってパニックですよ。まさにまさにパニック探偵事務所ですよ。まさに釣らなきゃ釣らなきゃって今えぐりって木に絡んでパニックになって引いたんですよ。結果がこれになってしまって、これいい教訓ですね。焦るとダメだと。今、岸さん、あーぼよ、このルアーを追いかけて足元でバシャーって乗らなかった、乗らなかった、乗らなかった、追いかけてきた50アップが、50アップ取れよお前、いやいや、乗らなかったんだよ、取れよお前で今で、そこでまたボイルしてるから、うるせえよお前、今、もうちょいで連れかかったんだよ、連れかかったら取れよやから、うん、だから取る取る今から。で、見て、このルアー、これ食ってきた。お前何やったの？これか。これ釣れるよこれ。ロザンロザン。だから違和感あります。ちょっと一匹一匹釣れ一匹。サージンさんどうした？バックラッシュです。え？俺と一緒で焦りが出た？今そこでボイルバシャッして。はい、どうなった？ちょっと見せて見せて。これ。サージンさん言ったでしょ。はい、釣らなきゃ釣らなきゃがこういう。これ見て見て。どう見せて見せて。これはいかん、ぐちゃぐちゃっすよ、これはいかん、サボない、いや大丈夫です、治る、治ります、サージンさん、はい、もうね釣らなきゃ釣らないかって焦ったらくちゃくちゃになっちゃった。風でラインが巻いてる、グリグリってリール巻いてこんなになっちゃって。サージンさん、ちょっとあと30分しかない、もうくらい、あと25分かな、十分ですね、うん、やろう、やりましょう、ラスト何やるの、ルアー、ルアーは、そうですね、何で行こうかなと思ってるんですけど、これいいね、これでもちょっとでかすぎるねあれちょっとでかいね、どれで行こう、さっきずっとクランク使っとったから、うん、これ行きましょうかね、なるほど、バイブレーション、バイブレーション、よし、ラスト勝負、じゃあこれで行きます、頑張ります、自分をラストこれにかけるよ。すっつん、何にもあんない魚、これひどいわ、釣れないここ、いやーえれえわ、釣れんわこれ、魚が入ってねえな、このジャカゴ海岸は。サーチンさん、全然いないですよ、ここ魚。僕今、全然釣れないです。またこれはまあ、次回の楽しみに。これはエレ、サージさんだ、今日朝1日フルでしょ、12時間。はい。1匹も釣らず。いかに厳しいかっていうか、まあ、あとでも15分ぐらい、もうちょっと日があるから、はい、あとラストチャンスかけましょう。あと15分ぐらいですね。じゃあラストで。いやちょっと、きついね。厳しい。先生、頑張ってくれ。いや、サーチンさん、えれっすね、ここ。厳しいっすね。淀川もき、でも淀川の方がきついのかな、サーチンさんの近い。やったら僕は淀川の方が厳しいと思います。淀川はさらに難しいね。難しいし、立つ場所ないし。なるほど、こっちは立つ場所あるけど、釣れないという。で、菊池さんが今もう一匹釣れたもんだから、もう真っ暗で帰らなきゃいけないのに声かけましょう、はい、もう帰るぞと、もう15分だからもう菊池さんどうよ、あれからあれから何もない、じゃあちょっと夜も暗いから帰るか、今日は帰りましょう、ねえ、限界だ、ちょだって沢賃はもう全部売ってきたんでしょ、そうです、いろんなとこありとあらゆるとこ朝からやってきた上での渋いってことだから、まあ本当に菊池さんの奇跡のヒット持ってるね、うん、あ、ちょっと並んで、いやお疲れ様でした、お疲れ様でした、今回の対決ね、このサーチンさんとのガチンコ対決で、
やっぱりいいですね、バス釣り。楽しかったです。ありがとうございます。いえいえ。ありがとうございます、本当。ちょっと化け物をね。取れましたね、イノが。ははは、イノっていうか、あなた一匹な。三八。これだけか。いい答えつけましたね。ねえ。これはでも、ちょっと今日全体的に厳しかったのかな。俺何にも一回も、ほぼ一回ちょっと、あったかな、何にも釣れなかったんですけど、うん、サージンさんもどうだったんですか今日の状況。いや、全然厳しいんじゃないですかね。やっぱり、うん、いろんなアングラー来てましたけども、うん、朝早朝から釣ってる人、うん、一人も見てないので。ねえ、だからこの間来た時に1ヶ月ぐらい前にでかいの釣ってたのよ。そうですね。ねえ、そう、一発出して、でまたそのイメージで来て、早朝から来てぐるっとやって休みなしでしょ。うん、もう2時ぐらいから。ごさんもえれえれえな、ごさんもでよもう朝の2時に起きて向こう出発して、一つ言わして。何？今日ねこのハイプレッシャーフィールドで、うん、いっぱいアングラー来てるけど、うん、釣ったの俺だけあ、そう、うん、俺だけ。いやいや、そんなことないと思うけど、よく釣ったよ俺だけ。あそこでクランクベイトっていうチョイスが、うん、そこに入ったのかな、あの色といい。その後もう一回バイトっぽいのがあったもんね。止めの間やね。もう取ったな今日。ということでありがとうございました。ありがとうございました。いやー、サーチンさん肉うまいっすね。久しぶりの肉ですね。いつ以来？いや、僕の家まずすんで肉なんか出てこない。いつもなんかやってるじゃん、ホルモンなんかとか、ホルモン焼きとか。あ、ツイッターにあげてるの。豚肉なんで。うん。また釣り終わった後の肉がまた。うまいっすね。うまい。うわー、やっぱ肉最高だわ。いや、今これ動画を記念に。美味しいね、焼肉は。ホルモン食べよう。